はい、ではこれも座標が与えられたので、いつもの通り問題文を丁寧に読みながら図をなるべくといい図を書いていこうと思います。X 軸上って言っていながら、何言うが X なのか、そもそも最初の1番目の座標を X 軸として、2番目の座標軸を Y 軸としてっていうルールは、なんか暗黙のものとして、常にその記号を使えと言われているのちょっと不気味でもあるんですが、まあそれはなんか認めてあげてください。大体そんなもんです。まあこれが A 軸と B 軸になったりとか、いろいろ大学入試とかでもそういうレベルまで行くことたまにありますけど、何も言わずに X 軸って言われたら横向きになってて、で、2番目がどうせ Y 軸で、で、今座標が2次元ですから X と Y の直交座標でこんな風に書けると、というか勝手に取っていいので、だから X 軸ともう一本の軸 Y 軸にしたくなかったら天の軸に A 軸とかにしてもいいんですが、まあそこは慣習に従いましょうと。だから何も書いてないから、もう一本の軸を何にすればいいのかというのは一般にはわからないけど、なんかこういう座標平面直交座標の二次元空間を考えているんだという気分は共有していいんじゃないかなと思います。で、A がマイナス5の2、こういう絵を毎回描く習慣は必ずつけましょう。マイナス5のプラス2ですから、横と縦がこんな感じで、ここマイナス5で、ここ2で、点 A っていうのが、右から左から。あ、もうちょっと上だった。なるべく丁寧に描いておくと、後での計算で得られた代数的結果に一致してくれると嬉しいというか、いい図を書いておくと助けになることもあるので、 A ここマイナス5の2と座標の数値もここにも書いておいた方が見やすいですね。で、B は3のマイナス5、結構規模の大きい図になってますけど、3で、1,2,3,4,5マイナス5とかで、ここから下ろしていって、横はこうで、B ここら辺かな。で、座標が3のマイナス5と。こういう状況になっています。で、この時に、この A と B っていう2つの点から、距離が等しい点ですが、距離が等しい点で言ったら中点を求めたくなりますが、今、X 軸上の点でいかないといけないわけです。そうすると、X 軸上で点 A からの距離と点 B からの距離を比べて、取ってやってって、大体同じぐらいかなと、やるわけですが、これ、図形的に、から、図を書いて、作図で求めるとしたらどうするかっていうことを一度考えてみたいと思います。これは代数的にやるときに、うまい方法でいきなりやっちゃうと、そういうこと何も考えずとも、この点の座標求まってしまいますが、あえてここで考えておく。で、その、作図的な考え方が代数的にも意味があるという話も後でしますけど、で、作図で X 軸上にあって、2点 AB から等距離にある点座標を求めようと言われたらどうするかというと、まず、2点 AB から、A と B から等距離にある点、は、どういう風に表せるかってことを考えます。で、これは多分中学生なら一瞬で言える、まあ高校受験対策してる人とかだったらさらっとわかると思いますけど、まあ、高校生すっかり忘れてたりするわけですけど、垂直二等分線を利用します。だから AB の。AB ってことは線分ということ前提になってますけど、その垂直二等分線はどうやって書くかっていうと、コンパスで同じ長さとって、同じ長さが AB の半分を超えてないと、現実には図書けないですけど、こっからこうやってぐるっと取って、こっからこうやってぐるっと取って、二交点を結ぶと、垂直二等分線が書けると。なんでそれで垂直二等分線になってるかってことは、中学数学できちんと理解してほしいですが、置いてほしいですが、で、そうすると、なんかだから、ここの、何色で描こうかな、緑で描こうかな、すいません、ちょっとこの緑薄いので見づらいですけど、 AB の垂直二等分線っていうのは AB の中点が大体ここら辺にあって、これでいくと0通りそうだけど、本当に0いくのかな、座標いくらか知らないんですけど、
垂直二等分線っていうのはこんな線ですよね。で、これと X 軸の交点が、だからこの、AB の垂直二等分線上にある点っていうのは、どの点も A と B から等距離にあるっていう条件そのものは満たすわけですよ。ですから、あとは、この、さらに X 軸上にあるという条件から、ここに限ると。A と B から等距離にある点というのは AB の垂直二等分線上にある。これ必要十分です。で、さらにもう一個 X 軸上にある、その二つの条件を満たすのはこの点だけだっていうことですね。で、これなんか原点、いかにも原点みたいなところにありますけど、本当かなと思いますけど、なんかだいたいそんぐらいなのかな。で、から作図的にはもうちょっとコンパスちゃんと使って精密にやればこういう風に点書けますけど、それの座標を求めるというのはあくまでも代数的にやる。で、代数的にやるに時にはこの AB の垂直二等分線を求めるまでいかなくてもできます。で、行くとちょっと辛いので、ここではもっといい方法を紹介しておきますけども、求める点の座標を、求める点を C としましょうか。で、C の座標を、X 使っちゃったから、A の0と置くと。これがうまい方法です。一般には、この点の座標、未知ですから、C の AB とか置きたくなるわけですが、ここ X 軸上にあるから Y 座標は常に0なんですよ。これです。そうすると初めから未知数が1個になってあるから、かなり楽ができるというわけです。一般には AB の2文字を含む方程式出てきて、そうすると実は条件が1本しかないから、そこから改めて X 軸上にあるって、だからこの作図のところでやったのと全く同じ話の流れを代数でも追わなきゃいけないんですが、初めからこうやっておくとかなり楽ができて、で、X 軸上の点でっていう条件を先に使ったから、こういう条件になる、こういう表し方になるわけですね。で、2点 A と B から等距離にあるということは、ちゃんと日本語書きましょうか。与えられた条件より AC イコール BC であって、2点からの距離が等しいっていうことは C イコール BC であって、これは AC と BC って両方とも2点間の距離ですから正ですから、2乗しても同値なんですよね。何度もしつこく確認しておきますけど、2乗は大丈夫です。等しければ2乗は大丈夫ですが、ルートを取ったときは一般にはプラスマイナスが出るので、今長さだから負の方は排除できる、したがって同値だということ、こっち側が注意なんですよ。で、これを文字式で、座標の式で表す と C の X 座標を引くことの A の X 座標の2乗を足すことのC の Y 座標を引く A の Y 座標の2乗イコールと C の X 座標を引く B の X 座標の2乗を足すことの C の X 座標を引く C の Y 座標を引く B の Y 座標の2乗で、これはと、まあ、同値ってすごく言ってますけど、文字の計算丁寧にやるだけで A 足す5の2乗足すことの2の2乗イコール、A 引く3の2乗足すことの5の2乗で、まあ、なんか同値変形って書いてるのもだるくなってきますけど、これ、まあ、同値であるということは念のため論理的に注意しておいて、 A 2乗足す 10A 足す25足す4イコール A 2乗引く 6A 足す9足す25
そうするとなんか整理する前に25が消えるとかいうちょっと嬉しいことが起こって、で A2 乗が消えるんですよね。そうすると実は A の一次式になってます。だあの距離を扱う、まあ、平面上の距離を扱うときっていっぱいね二次式が出てくるので、の二次方程式出ると怖いんですが、この場合は二次の項消えちゃったのであっさり一次式になって、これも実は動詞です。 16A イコール5、いやまあこれ当然動詞ですけど A イコール16分の5と求まります。でこれ一見二次式でしたが二次の項がジャスト消えてしまって実質一次式なので、これ唯一解です。あ、だからこれゆえにって書いちゃいましたけど、これ実は必要十分条件です。この問題の解はそもそも1個しか存在しないんです。ただ図形的には明らかですよね。垂直二等分線と X 軸の交点が1個ですから。で、なんかこの図が微妙に歪んでいたことが分かって、本当はもう16分の5って正ですからもうちょっと右側に来ていて、ただ3分の1より小さいんで、なんかこんぐらいですか本当は。から A は16分の5と求まります。で、問題の答えとしては、よって求める点の座標は、まあ、C というのは我々が勝手に置いた文字なので、16分の5の0と、これ X 軸上の点ですよと書いておいて、これでまあ終わりです。いや、本当はなんか、何が歪んでたんだかよくわかんないけど、多分どっかの長さが歪んでたんでしょうね。垂直二等分線丁寧に書くと、ここ通ってるはずです。